これで OK ですね。そしたら、これでまず一つ目のポンプ、完了です。まあ、こんな感じですかね。こんな感じでいいと思います。ちょっとこれ水張ってみようかな。今水張りました。ちょっとね、ちょっとゴミ入ってますけども、まあいいや。あまり本当入ってない方が絶対いいと思います。まあ一応フィルターみたいなのはね、こうなってるんですけども、まあこれが詰まってしまうとね、結局水がいかない状態になっちゃうので、ゴミはね、あんまり極力入んないようにした方がいいと思います。で、今一つ目の機械、全部ね、ホースの方、一つ目の機械つなげました。4つずつの3列、でやってます。4つ打つの3列で間に合うのがいいところで分かんない。もう足んなかったらもう一つつなげればいいか。はい、まあ足んないときはそうだね、ザクワラにねもう一個つなげればいい話ですから。でとりあえずちょっと電池を入れてみます。電池はね、単4が4本。あ、これホームセンターで、ホームセンターじゃねえよ。100均で買ったやつです。これで十分間に合うと思います。今、電池入れましたんでね、初めてちょっとポンプ作動します。いってますね。最後まで行ってるね。最後まで行ってるけど、どのぐらいの水量が行ってるかがね、問題だよね。この泡があるからね、泡が本当はないと思うんですけど、この泡、あ、行きましたね、泡がね、全部ね。とりあえず一つ目ポンプ作動中です。最後まで行ってっかな。行ってないな、やっぱりね。最後まで行ってないね。あ、行ってるか。どれ、あ、来てますね。ほらほら、うん、いい感じだと思います。行ってますね、最後まで。ここをね、開けてあげた方がいいかもしれない、先まで。うん、こう、行ったら、ここまで来たら、水し、こう閉めてあげた方がいいかもしれない。はい、空気がね、抜けてない可能性が高い。あれ、なんだこれ。穴開いてますね。こういうのちゃんと発見しないとね。あるんだね、たまにね、こういうのが。ここで切っちゃいます。うん、ありますね、びっくりした。あるんですね、そういうのって。このホースでもちょっと確認した方がいいね。
つ目は行ってっし、もう一個来てるね、結構ね、いい感じで行ってますね。いい感じで行ってると思います。行ってますね。来てるよね。止まっちゃった？止まっちゃいましたかね。じゃあもう一回ちょっと電池入れ直して再度。電池入れた時にね、一回作動しますんで。今も置きます。あ、行きましたね。出てますね。こんな感じでザクッと刺して、あ、行ってますね。ああ、来てますね。ほら、こんな感じです。まあ、これでね、多分、十分な水は与えられないかもしれないけども、多分、まあ、枯れはしない程度に水はあげれると思います。こんな感じです。全然大丈夫だね。はい。今4つの3列作りましたけど、そうだね、これ5個の3列でも大丈夫かもしれないね。それでまたやってみたいと思います。あともう一つの方の機械、今からこっちも設置します。まあ終わってから全部移したいと思います。こんな感じです。これで出かけます。セッティング完了です。今設置終わりました。水来てるようです。見えますかね？タツタツ落ちてるのは。こっちの方もこんな感じで、ほら来てますよね。この感じでね、一鉢同じぐらいなんですけども、この感じでだいたい、そうですね、時間割り当て、大丈夫だと思います。時間割り当てだけすればね、これでいいと思います。これで全部、鉢の方、設置終わりました。これでね、出かけられるかな、そう思います。あとは帰ってきてからどうなるかの問題ですけども、こんな感じで、設置しました。時間の配分もう一度じゃあおさらいしておきます。今現状ですね、こちらが HH になってるんですけども、これは12時間おきになります。で、こっちが H3 になってるんですけど、見えるかな？H3 になってるんですけども、ちょっともう一回、こんな感じ、見えますかね。HH、右側の HH が12時間おき、これが1だとすると1日おき、2だと2日おき、3だと3日おきという形になります。この H3 という方の左側の数字なんですけども、これ3分、水が出っ放しになります。3分水が出たら止まります。これが H2 だと2分。あとは何十秒っていう形の秒数単位の設定が99秒までできます。そんな感じになってます。今回私はですね、そうですね、こちらの方の右側の HH12 時間おきではなくて、これを2日おきに3分ずつ水が流れる。
もうそういった形の設定にします。こちらも同じようにしておきます。こっちからか。今これ HH になってますので、これを2に直します。見えないか。これが2ですね。これが2。ほら、これで2日おきに、3分流れる形になります。今現状ですね、スイッチ入りましたので、1回目の給水、始まってます。これですね、1回目の給水、こんな感じで設定終わりました。水の方散水されてるみたいです。大丈夫ですね。はい、以上で、あと戻ってきてからのどういう風になってるかまたご紹介します。水は一応ね、これにたっぷりやっていきます。で、この上にゴミ入らないように蓋をして、それでお出かけしようかなと、そう思っております。もう今日からちょっとやっておきます。今日からこのまま電源入れておきます。以上です。皆さん元気にしててね、元気にしててくださいね。私戻ってくるまで元気にしててね。